どうもよろしくお願いします。司会をさせていただきます、緑市観光大使、群馬県住モス芸人の安官民間富所と、川島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当は住モスなんですけれども、緑モス誕生会ということで住モスとさせていただきました。ね、よろしくお願いします。細かな工夫、いやでも緑モスも、はい、まあ、誕生日を1月で迎えましてね、はい、本当だったらこの回を、まあ、1月にやる予定だったんですけれども、はい、まあ、いろいろ、まあ、ね、事情がございまして、はい、3月にスライドで、なおかつ本来だったらお客様をね、ここにバーッと入れたかったんですけれども、まあ、無観客というような形で、はい、まあ、これ収録して、まあ、時間差でね、はい、皆さんに見ていただいているというような状況でございます。まあ、その分ね、お家で皆さんゆっくりと家族なんかでね、見ていただいて、ね、見てる？見てる？しかもカメラ今日多めですから、はい、ね、緑市さん大体ね、カメラ撮影の時1台しか使わないですけれども、もう5台ぐらいね、今日用意してますから、いろんなカメラを、逆にこんな使い切れるのかみたいなねカメラありますけれどもね、はい、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。こちらの誕生日会、1月27日緑市マスコットキャラクターミノモスの誕生日ということでございます。おめでとう。で、今回で3回目ということでございます。はい、1回目は岩宿博物館でワークショップを交えての開催、2回目は新型コロナウイルスの影響により群営ホールパルでの動画配信により開催させていただきました、うん、そして3回目となる今回はここ長め余興場で、開催させていただくこととなりました。はい、本当だったら皆さんと一緒に、直接会って触れ合って誕生日会を楽しんでいただく予定だったんですが、うん、まあ、コロナの影響によりということで3月に延期になり、さらには動画での配信となりますので、ぜひお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあここでちょっとこの長め余興場に、ついてのご紹介をさせていただけたらなと思うんですが、はいはい、まあ、とてもとても素敵なね、芝居小屋なんでございますが、1937年に建てられた木造2階建ての劇場となっております。うん、で、周り舞台や花道もある本格的な作りで、歌舞伎座を模したという玄関も見事な作りとなっております。はいはいはい。で、そんな、長め余興場なんでございますが、僕らもね、いろいろライブだったりで使わせていただいた経緯なんかもあるんですが、だからもう本当地元の、はい、やっぱりもう僕らはあの大間々、緑市大間々出身なんですけど、はい、2人ともね、うん、だからもう昔からやっぱり長め余興場と言ったら、そうですね、まあ、何かあれば長め、はい、ね、長め行こうぜとかね、ここら辺、まあ、一帯がすごいなんかいい景観なので、まあ、普通にね散歩したりとかもありますし、だから僕らあれだよね、あの同級生ですけど、はい、あの成人式をここでやった思い出とかもある。大人の一歩目をっていうね。そうなんですよ、だからもう本当ね、もうすごいところなんですよ。はい、そんな舞台で緑市の誕生日を今日はお祝いしていくわけでございますが、はい、市の重要文化財に指定され公演がない日は舞台上から、うん、楽屋裏地下に所蔵された公演資料などの見学もできますので、ぜひ皆さんお越しいただけたらななんて思います。はい、さあそれでは早速ここで皆さんお待ちかね、本日の主役ミドモスに登場いただきたいと思います。はい、それではせっかくなんでみんなで呼んでいきましょうか、カメラの前の皆さん一緒に声を出してみよう。この場合のみんなはカメラの前で、映像の前で見てくれてる皆さんのことを指しますからね。そうだよ、はい、みんなで一緒に盛り上げていこう。この場には2人しかいないですからね、じゃあ行きますよ、せーの、ミドモス。さあ登場いただきました、緑市のマスコットキャラクター、緑市の登場でーす。いました。誕生日おめでとう。拍手。いいですね。もうなんかミノモスは本当に誕生したきっかけが、まあ、僕たちとこの地元の、まあ、小学生とかがね、小中学生かが一緒にいろいろ会議を重ねて、そう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 、で地元の、まあ、子供たちの、まあ、アイデアで生まれたわけなんでね、僕らにとってもね思い入れ深いミノモスでございますか。そうですよ。ではここで皆さんにご挨拶でございます。起立、注目、礼。今日は皆さんよろしくお願いします。しします、流行ってきたかな、これ。どう、みんなやってくれる？注目って、あ、鼻が動いてピクピクピクって。結構だからツイッターとかね、はい、そういったなんかインスタグラムですか、はい、SNS でやってて、はい、なんか何かにつけてこうモスを入れていくというのをね、流行らそうとしてまして。流行らそうとしてってやるの、いいことだろう、何悪いことみたいな、うん、でもね、だいぶなんか
地元の人の認知度も高まってきて、はい、本当ですで年齢で言うとミノモス君は、プロフィールいいですか、はい、じゃあね、3万5000歳3万5000歳です、はい、マンモス、ね、今日も3万5000歳だもんね、はい、別に 1,2 って数は重ねていかないんだもんね、そういうことです、だから3万5000歳から、まあ、新たな3万5000歳になった新たな3万5000歳どういうことだよそれ、うん、でもね、そういうことだよね、はい、で緑市には日本に旧石器時代の存在があったことを証明した有名な岩宿遺跡がございます、うん、その時代に生息していたと言われ岩宿博物館にも骨格が展示されているマンモスをイメージしたキャラクターとなっております、はい、まあ、緑市の一体感醸成認知度向上を目的に誕生したキャラクターでございますが、うん、改めて年齢は3万5000歳やんちゃだけど優しい男の子、趣味はものづくりと探検、うん、特技は勾玉作り石器作り古代料理作りと、ね、そんなプロフィールになっております、はい、緑市の広報宣伝部長として市内外さまざまなところで緑市の PR に取り組んでくれております、うん、で、最後、ゆるキャラグランプリですね10回目でしたかね、そちらのゆるキャラグランプリではなんとこのミドモス皆様に応援していただいたおかげで、うん、全国11位になることになりました、すごい嬉しいね、すごいよ、なかなか盛り上がりましたよね、ゾロ目の中では一番上だもんね、うん、ね、トップ10入りしてないこと無理やり考えるぞ、だって11位が一番上だから素晴らしいですよ、でそれがあれだったのかな、なんか最後のゆるキャラグランプリだったのかな、そうミドモス的には2回目の参戦で、そういうことだよね、そうで11位だから大したもんですよ、すごいですよ、だから最後のゆるキャラグランプリのゾロ目の1位だからゾロ目の1位って何無理やりに1位にしようとしてるんだよ、さあということでそんなミノモスの誕生日をこれからね、はい、お祝いしていくわけでございますが、うん、ここで誕生日にお祝いに駆けつけてくれたお友達の紹介、いきたいと思います、こちら地元渡良瀬渓谷鉄道のキャラクター和鉄のワッシーが今日お祝いに駆けつけてくれました、ワッシー君、ワッシーよろしくどうぞ、来ました、ワッシー皆さんご存知でしょうか、はい、ね、渡良瀬渓谷鉄道という、そういうローカル線がございましてのっそのっそあるからです、じゃあワッシーもうちょっとじゃあ真ん中寄りに来ていいよ、はい、もっともっとそこら辺で、ね、あくまで中心は2人だからね、うん、はい、はい、並んでいただいて、もうちょっとうん、2人ちょっとバランス取って真ん中の感じをあんまりちょっとこういうだらしないとこ見せたくないからね、はいはい、もうでも2人は本当にね、だから一緒の、まあ、地元が一緒だからそうですよ、まあ、仲いいよね、一緒にライバル関係でもあり仲良しだりっていうことで、ね、ワッシーはですねこれ渡良瀬渓谷鉄道和鉄の愛称で地元住民や観光客に愛されている人気のローカル線でございます、うん、レトロな雰囲気の駅や車窓から広がる四季折々の景色が楽しめるということで週末に運行するトロッコ列車も大人気、さあそんな和鉄のキャラクターワッシーからなんとミノモスにバースデープレゼントがあるそうでございます、手ぶらっぽいけど どこに持ってきてるの、なんかあるの、裏から出てくるのかな、はい、バースデープレゼント、うん、ミノモスもワクワクして待ってるけど、ミノモスがそんなのありましたっけみたいな感じですけどどこに出てくるの、バースデープレゼント、口開いたら出てくる、バースデープレゼント、はい、ほら出てきた、新たなキャラが、え、新たなキャラクターが、いや俺も2人で全然見えねえんだから何が面白いっちゃうけど、ちょっと見ますと、はいはい、渡良瀬渓谷鉄道1日フリー切符桐生的館が1日乗り降りできモス切符、あおめでとう、じゃあこれをワッシーからミノモスに、はい、あげてあげてください、はい、全然もうワッシーあげてないよ、ワッシーが持った、ワッシーあげてないよ、ワッシー持てんの、いやそれあげて、ミノモス受け取れる、はい、はい、受け取れるかな、はい、はい、今またさ、大丈夫俺も見えない全然持てる、少々お待ちください、はい、ね、こういうの楽しみましょう、はい、あ、鼻で持って、鼻で持った、はい、あ、今無事に一日フリーキップやったけど裏返しになっちゃってわし、ちょっともう一回、わし、ちょっと渡す時裏返しにしよう、裏表調節してあげて、そうそう、これを多分見せ見た目がいいね、はい、あ、そう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 、OK、はい、それで鼻で上下も合ってる、大丈夫、キャッチして、はい、はい、ミノモスが今プレゼント受け取りました、受け取りました、おめでとう、わしもありがとう、わざわざお祝いに来てくれてよかったですね、だこの件があれば、あの渡良瀬渓谷鉄道一日乗り降りできるってことだよね、ちょっとワッシー側からの宣伝色の強いプレゼントでしたけどね、うん、でもね、はい、ミドモス喜んでおります、はい、はい、じゃあワッシー君ありがとうございました、あと
そしてここで、お忙しい中ですね、ミノモスの誕生日をお祝いするためにこの方も駆けつけてくれております。大丈夫ですか。誕生日が今急にプレゼント捨て出しましたけども、カツンって言ってちょっとね、はい、割れてないかな、大丈夫かな、はい、はい、じゃあ仕切り直して、さあさらにここでですね、お忙しい中ミノモスの誕生日をお祝いするためにこの方も駆けつけてくれております、はい、緑市長が駆けつけてくれる、緑市長が駆けつけてくれておりますので、ご挨拶をいただきたいと思います。ストー市長、よろしくお願いします。ストー市長、はい、こんにちは。こんにちは。ミノモス、誕生日おめでとう。おめでとう。ではじゃあ市長からメッセージをぜひいただければと思いますので、よろしくお願いします。今日は1月27日がミノモスの誕生日なんですけれども、はい、ご案内の通り、まん延防止等重点措置が延長になったため、今日はこの長野野球場でたくさんのお客さんを入れて盛大に、3万5000歳、はい、いわゆる予定だったんですけども、残念ながらこうして動画配信ということになりました、はい、本当にあの、さっき安価民間の方からも話があった通り、はい、3年前の2019年の時に、ミノモスが誕生して、今回誕生日とすると3回目を迎えるんですけれども、はい、うん、緑市内の小中学生4100人の小中学生全員から投票をしていただいて、見事、グランプリを取ってミノモスがその時に誕生しました。その後その年に緑市の広報宣伝部長ということで、はい、緑市内外に、緑市の、いろんなアピールをしていただいていまして、本当に、縦横無尽な活躍をしてもらっています、はい、これからもぜひ緑市の宣伝部長として頑張ってもらえればと思っています。今日実はこの長野浴場の外で販売する予定だったものなんですけど、はい、お客さんが入れられる場合だったらね、はい、なんと、はい、ミドモスまんじゅうというのがバッグもミドモスじゃないですか、師匠。ミドモスまんじゅう、ミドモスのバッグで、はい、ミドモスまんじゅう、今回のイベントきっかけにね、販売する予定だということで、はい、すごい手作りまんじゅうって書いてある、一個一個にミドモスが、はい、刻印されている、はい、ほら、すごい美味しそうな、まだあったかいですね、出来たてほやほやの、はい、蒸したて、うん、はい、ここにミドモスの、はい、がそれぞれ、はい、で、あんこの味と、はい、新発売の柚子、お2種類あります。なるほど、お台場の里に行くと、うん、購入できます、はい、はい、皆さん足を運んでいただければと思います。お前いいな、俺ら10年観光大使やってるけどこんなことになったことないぞ、本当羨ましい。ぜひどこに置こうとしてる食べていた。ミノモスが動きを静止されましたね、もうね。あんま動くとまんじゅう落ちるからな。結構器用だから大丈夫だ。すごい。それともう一つ。はい、もう一つ、まだある。ミノモスの、はい、エトストラップ。エトストラップ、これはもうすでに販売してますけど、はい、これマンモスのキャラクターのミノモスが、虎の被り物を着てるみたいなね。虎の年なんで、はい、12種すべてこれから作っていきますけども、うん、これは虎としていうことで、ミノモス、ストラップの、これ緑さんのヒノキで作ったんです、はい、なるほど、で、運がいいとこれ何ですか、開けると、はい、運がいいとストラップ、うん、なんかが入ってるわけですか。おみくじが、おみくじも入っていると、なるほど、まだ今日ね、何が入ってるかまだ見てません。あら、ミノモスのためにまんじゅう落ちましたね、これ多分大凶に違いないですね、これ大凶に、なんでしょう、なんでしょう、おみくじ入ってる、はい、見てみましょう、何ですか、大吉、大吉、本当の大吉、おめでとう、本当ですか、師匠、一回なんか調べてから持ってきたじゃないですか、強運の持ち主、ね、幸先いいですね、大吉、これを、ぜひ市内各地で、はい、販売してますんで、いいですね、運試し兼ねてね、はい、運がいいとおみくじが入ってるんですね、おみくじが入ってる、おみくじも入ってる、運がいいと大吉とかじゃ、もう入ってる時点で運がいいんですね、全部入ってます、全部入ってる、おみくじは全部入ってる、おみくじは全部入ってる、あ、そういうことか、大吉を浴びるのはかなり至難の技、はい、あ、そうなんですか、なるほど、なかなか
それこそじゃあね、大吉が出るまでいっぱい買ってもらってもいいかもしれないですね、それはね。皆さんぜひ、大吉が出るまで、はい、買ってもらいたいと思ってます、はい、応援よろしくお願いします。やっぱトラの味も美味しいですんでね、はい、あの緑鈴木さん、うん、ぜひ、風光明媚なところ、この周辺のいいところですんで、はい、足を運んでいただければと思っています、はい、これからもミドモス、今まで通りの活動をしていただいて、うん、緑鈴を内外に広めてもらいたいと思います。頑張ってね、よろしくお願いします。緑鈴ありがとうございました。市長自らねトップセールスで、もう市長の秘書のようにね、みどもすはいつも、はい、あ、じゃあ、ありがとうございます、すいません、お願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました。お忙しい中駆けつけていただきました緑鈴市長でございました。ありがとうございました。とりあえずあの虎川ストラップに関してはもう今年中にはなんとか売り切りたい来年はもうだって12年在庫になると変わっちゃうからね、みどもすなんとかね今年中に行きたいよね、うらんとな、大変だな、ここから頑張らないと。さあ、ということで続いてはまだまだございます、ミドモスのパラデル漫画の上映となります。こちらパラデル漫画といいまして、この作品自分たちの同期の芸人でもありますパラデル漫画家本田治という人間がございまして、岩宿遺跡をテーマにした作品ミドモスが登場してまいります。昨年開催され僕らも出演させていただいた長見余教授アートライブというイベントがあったんですが、そちらで上映されたもの、そのイベントのために作られたもので、岩宿遺跡の歴史だったり価値、そういったものをとても分かりやすく紹介しているものでございます。ということでミドモスもお気に入りなんだよね、やっぱりね、いい感じで登場してるってことでね、可愛くやってもらってますんで、わしごめん出てないんだけどね、うん、ということでじゃあちょっとただただ変な空気にすんのやめてくれる、なんとかしてください、なんとかしてください、このワッシーの寂しさは俺隣にいてひしひし伝わってるからさっきずっとあの市長がここでね、まんじゅうの話とかストラップの話とかしてる時ずっと寂しそうだったんだ、いたたまれない感じだもん、それをあえて言わないでくれよ口ばきそうだな、ね、もうあんまり気づいてないかもしれないけど、ちょっとずつ後ずさりしてるからもっと前出ていいからね、二人ともね、そうよ、はい、本当にね、じゃあとりあえずそのパラデル漫画見てもらいましょうか、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、ミドボス、いいね、今日も角がかっこいいねちょっと槍も見せてよ、おー、これが石槍か、初めて持ったわ。ていうかミドボスってさ何歳なの？ん？35歳？え、3万5000歳ですか？じゃあもうミドモスさんって呼んだ方がいいか、あ、ミドモスでいい、オッケーオッケー、わかった。そういえばミドモスはさ、岩宿遺跡がどうやって発見されたか知ってる？え、知らないの？なんで知らないんだよ、マスコットキャラクターとしてはあるましき行為だぞいや、まあまあだいぶ昔の話だからな。じゃあ今日はパラデル漫画で岩宿遺跡がどうやって発見されたのかっていうのを教えていくから、じゃあちょっとミドモス紙から出て、じゃあまずはちょっと前の日本は人間が住んでいたのは縄文時代が一番古い時代とされていたんだよね。これが今縄文人、そしてこちらが縄文土器、
で、まあ、これがミドモスも持ってる石槍 でこの土器、縄文時代にはこの土器が使われてたっていうのがポイントだから覚えといてな。おい、ミドモス、何してんだよ。わあ、ちやっべ。縄文人さん、すいません、あぶねえ。じゃあまず、なんで縄文時代が一番古いとされてたかっていうと、まずここが今の時代の地面だとして、下に何層にもなる地層を描くだろ。で、ここの一番深いところから石器や土器が出てきたから、それを縄文時代としたんだよ。じゃあちょっとこの地層を掘ってみようか。まあちょっと細かく細かくね、掘っていって、土も少しずつ少しずつ落としていくと、あ、なんか出てきたな。あれ、これミドモス、もしかしたら土器かもしんねえ。ちょっと抜いてみるぞ。おお、土器だ、土器土器、ほら見てみ。え、おい、ミドモス何やってんだよ、2回目だぞ。一応これは館長に報告しとくか。まあでもこんな感じで縄文時代が一番古いとされていたんだけど、しかしここでその常識をひっくり返すヒーローが岩宿に現れます。さあちょっと待ってな、今ヒーローを描いてるから。さあヒーロー、出てきてください。さあこちらが相沢さんですね。この相沢さん、もしかしたら縄文時代よりもっと昔にも人が住んでたかもしれないと信じ、それより深い地層を一人孤独に掘っていたんだよね。ん？おいおい、ミドモス、暇だからって地層を動かして相沢さんの邪魔するのやめろ。おい、早くするなよ。相沢さんスクワットみたいになってんじゃねえかよ。ミドモス、やめろって。おお、相沢さん、ついに石器出ましたか。この地層からは土器が出ず石器しか出ないことで、日本には土器がまだない時代の旧石器時代があったというのが日本で初めて証明されました。それが今でいう岩宿遺跡にあたります。ただミドモスのせいで相沢さんの腿がパンパンになってるわ。まあ、嬉しすぎて気づいてないんだろうな、相沢さん。相沢さん、ありがとうございました。じゃあミドモス、ここからは旧石器時代の狩りの様子を教えたいと思う。まあ、これ見たらもしかしたら思い出すかもしれないな、ミドモスも。旧石器時代は今まさにミドモスが持ってる石槍とかで動物の狩りをしていたんだけど、その中でも今回は絶滅してしまった2匹を紹介するよ。まずはこちらが大角鹿。まあこちらの大きな角がね、特徴的で、ほら見てみ。おい、ミドモス、石槍で触っちゃダメだって、もう2回土器割ってんだから。はい、じゃあ次は絶滅したもう1匹の方。これはもしかしたらミドモスの親戚に当たるんじゃないかな。はい、こちらナウマンゾウです。あー、ミドモス喜んでるね。はい、そしてこちらがナウマンゾウの牙ですね。いや、だからなんで石槍でツンツンしたがるんだよ、ミドモスは。はい、じゃあまあせっかくだから、このナウマンゾウを当時やってた狩りでちょっと捕まえてみよう。ん？おお、どうしたミドモス。え、ミドモスを狩りしてくれ。なんで狩りされてんだよ。いや、分かった、狩りしてあげる。じゃあちょっと罠をちょっとかかなきゃいけないから、ちょっと目つぶってて。いやー、まさかミドモスを狩りしなければいけないとはね。まあ、じゃあ当時のね、罠を書いておきましょう。穴をね書いて、これを、左上の方に隠しておきます。じゃあミドモス、準備 OK です。じゃあ狩りスタートって言ったらミドモス逃げてな。じゃあ行きます。岩宿遺跡のマスコットキャラクターミドモス狩りスタート。さあ逃げて、よっと。さあこっちは無理、やった。はい、こっちも無理、はい、こっちも無理、はい、そっちに逃げるしかない。ほら、早く捕まえちゃうぞ、そろそろ穴が。
いやミドモス捕まったな。まあ昔の人たちはね、こうやって穴を作ったりして狩りしてたんだな。まあ旧石器時代や相沢さんのことなどは岩宿博物館に行くともっと詳しく知ることができるので、皆さんもぜひ行ってみてください。それではバイバイ。はい、ということでご覧いただきました、パラレル漫画でございました。いやいや、ちょっとワッシーがびっくりしすぎて口から線路飛び出しちゃってるもん。出てなかったからすごかったね。びっくりして口から線路飛び出しました。びっくりしてね、なるほどなるほど。いやいやいや、出てなかったからポカンと口開いたんじゃないですか、ね、すごかったよね。すごい出てるけど、ね、なんか主役のキャラクターより横で目立とうとするのやめてもらっていいですか。しまっとこうね。あ、しまえんのね。折りたためるんでね。すごいね、はい。まあ本当にね、あの岩宿遺跡の価値っていうものを子供に知ってもらう、それぐらい分かりやすい動画だったんじゃないかななんて思います。まあ相沢さんの執念だったりっていうところをね、あの動画で感じていただいて、学びのスイッチをね、ぜひ見たい皆さんには入れていただけたら嬉しいななんて思います。でこちらのパラデル漫画、期間限定での公開となっております。作者の YouTube チャンネル本田治のパラデル漫画、こちらでは他の作品もたくさん公開されておりますので、ぜひそちらの方もご覧になっていただければと思います。さあ、それでは続いては、昨年度から緑市の将来を担う市内の小中学生に対してミドモスの認知度及び愛着心の向上を図ることを目的に、ミドモスポスターコンクールというのを実施しているそうでございます。あ、そうなの。すごいよね、ポスターのテーマになってるということで。もうそれはあれなの、そのここら辺の学校がみんな子供たちが書いてる感じ？やっぱ参加した子いるんじゃない？だからいろんな多分さ、ポスターのテーマとかあったじゃん。なんか人権とかさ、昆虫の絵描いたりとか、夏の思い出とかいろいろあった。あ、じゃあもうその中に入っちゃう。そうそうそう、一つ。人権とか愛鳥習慣、ミドモスみたいな。そう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 。すごいじゃない。それぐらいなんですよ。で、今回、僕のモスすめ緑市スポットというテーマで、ミドモスと一緒に緑市で好きな場所やおすすめスポットなどを書いていただいたそうでございます。おー。ここ長目余興場、岩宿博物館、ひまわりの花畑、渡良瀬渓谷鉄道など緑市のおすすめスポットがたくさん描かれたそうでございます。いいとこいっぱいあるからね。はい。でここで応募いただいた作品の中から、僕たち安官民間とワッシー、さらにはミドモスのお気に入り作品をご紹介させていただきます。はい。本来だったら誕生日会に参加申し込みをされた方にはこの会場で配布予定だったノベルティグッズを郵送させていただくということでございますが、そのグッズの一つにポスターコンクールの応募作品が描かれたカードが入ってるそうでございます。うん。でこのカード、これから紹介する作品と同じ絵柄が描かれたカードをお持ちの人にはなんとミドモスグッズを差し上げるということでございます。当たりだ。はい。だからダムカードみたいな感じで、はい、裏面に子供たちの絵が描かれた、描かれてて、いまして、だからそれが結構な、だから種類があるんでしょ。そうです。アンカー文化賞で、はい、でそのうちのまあいくつか、今日は3つご紹介させていただきますので、いいです、ね。はい、それは当たりということになります。そうです。すり合わせていただいて、はい、楽しみにしていただけたらと思います。さあ、それではまずは、一作品目いきたいと思います。僕たち安官民間のお気に入り作品を紹介させていただきます。うん。作品はこちらです。あら、ボードが出てくるのかな。はい。あ、今ですね、はい、作品はこちらです。よいしょー、出ました出た。まず一作品目に、選ばれたのはこちらということで、小学校1年生の女の子ミドモスとワテツと一緒に安官民間富田子さんが描かれているという作品です。すごいですね、これなんか珍しいですね、はい、センターに和田アキ子さんが和田アキ子じゃね、描かれてて、和田アキ子じゃない、ね、これ富田子です。これ富田子って誰ですか。いや、私です、私、はい、あららら、和田アキ子さんじゃないんですよ和田アキ子さんに見えるけども、はい、ちゃんと名札に富田子のてっぺんって書かれてたりとか。これはもうあれですよね、はい、完全になんか癒着というか、癒着、自分家の子供に描かせた、自分家の子供か、はい、もしくは、はい、あのお小遣いあげた子供なのかわかんないですけど違いますよ、めちゃくちゃ嬉しいことで、なんかのイベントなんですかね、これね。ワッシーと、あ、ワッシーはいないのか、ワッシーも今日ちょっと描かれてるね。ミドモスと富所がいてっていうことで、謙虚だよね。これはすごい、何がいいって、はい、多分おそらくこの左端のが、うん、この描いた子だと思うんですけども、ね、本人自分かもしれない、自分を一番小さく描いて、はい、で富所を真ん中に描くとい う、 いや本当です、ね、この癒着っぷりがね、愛って言ってください癒着って言われるから。でもよく見るとミドモスもしっかり描かれてて、はい、なんか手にね、ね、
赤城さん、赤城さん持って、はい、お酒を持って、この間緑酒ブランドのこういうコンテストやった時に赤城さんが1位だったっていうことで、そういうところも踏まえて、よく勉強してる子ですよね、本当にね。これが何歳ぐらいの子？小学校1年生の女の子ということでございますね。上手、上手。はい、素晴らしい。ということで、こちらの作品と同じカードが入ってたら、ミドモスグッズをプレゼントということでございます。当たりになります。ありがとうございます、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、では続いての作品いってみましょう。はい、続いては、ワッシーのお気に入り作品です。こちら。あららら。これもまた素敵ですね。素敵なパターンね。はい。すごいすごいすごい。ミドモス大好きっていうことで、描かれたトロッコ列車。これはでもワッシーがね、すごい似てるね、ワッシー。似てるね。うん。ワッシー描きやすいんだろうね。また口が開いた。これは選んで、ちょっとでもなんか目が、垂れ目というか、そうですね。エロ目見たくなってるけども。猛烈の。笑ってたよね。笑って、表情がすごい豊かで。ね、中には醤油ソフトだったりね、焼きまんじゅうだったりが描かれたりとか。ソフトクリームね。はい、また特徴をたくさん描いていただいて素敵な作品じゃないでしょうか。下にはこれ緑市のひまわり畑ですかね。その辺も描かれてて、緑市のいいところを全部詰め込んだ。すごいよね。だってトロッコ列車が宙舞っちゃってるもの。いやー、本当に空飛んでね。発想はやっぱ素晴らしいと思います。縦長で描くというね。ぜひこれからも鉄も含め応援いただけたらなと思います、はい。こちらの作品いただきました。おめでとうございます。だからこのカード持ってる人は当たりになります。はい、そしてじゃあ最後、いきたいと思います。はい、それでは最後の作品はこちらでございます、うん、ミドモスのお気に入り作品ということで、こちらドドン。おお何ですかこれは。これはもしかしてミドモスが滝に打たれてるあれですかね、これね。あれ、これはあれか、あれだ、小中大滝。小中大滝、はい、俺じいちゃんちが小中なんで、ここはもう本当に100回ぐらい行ってますけど。中学2年生の女の子がミドモスの滝修行というテーマで、はい、ミドモス、これないで、こんな感じで滝に打たれたことないでしょ。憧れというか、なんかちょっとかっこいいなみたいな感じだったのかな。まだチャレンジしたことないやつね。あずま町の小中大滝でミドモスが滝に打たれて修行している様子が描かれているということで、赤い橋、これもね、しっかり描かれておりますが、今朝かけ橋ということでね。ここら辺も風景めちゃくちゃ綺麗ですから、ぜひ皆さん訪れていただけたらということでございます。うん、こちらのミドモス滝修行、入っていた方、おめでとうございます。ありがとうございます。すさあ、ということで、こちらの作品含めた選抜作品119点、この誕生日会の様子と合わせて動画で配信させていただくそうでございますので、皆さんぜひ作品に描かれた絵を参考にして、緑市のおすすめスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。遊びに来てください。はい。ということで、今ご紹介した作品と同じ絵柄のカードをお持ちの人には、後日、ミドモスのトートバッグやリングノートなどを送付しますので、お楽しみにしていてください。では続いて、今日はせっかくワッシーが来てくれていますので、ここで一つミドモスとワッシーにある競技で対決していただきたいと思います。ろろろろ。その競技とは、昨年のパラリンピックでも、話題になりましたスギムライジングで、おなじみのボッチャ、挑戦していただきたいと思います。ミドリシといえばボッチャ、ボッチャといえばミドリシということで、これからミドモスとワッシーがボッチャ対決、今回は特別ルールで実施させていただきます。はい、まず、鹿島さんが持ってますか、ね、ボッチャって皆さん知ってます？ボッチャ、はい、球を投げるやつ、はい、で球を投げて、どういう競技なの？球持ってます？白いボール、白いボールありますよ、はい、白いボール持っていただいて、投げればいいの？はい、その白いボール、これは番中です。さっきのミドモスまんじゅう投げちゃダメです。はい、それ白いボールじゃないです。お、白いボールはあります？白いボール、じゃあちょっとこの後用意しますんで、こちら白いボールを投げていただいて、そのジャックボールめがけてミドモスが青いボール、ワッシーには赤いボール、それぞれ2回ずつ投げていただいて、より白いジャックボールに近づけた方を勝ちとする。そんな単純なゲームなんだ。はい、ボッチャが。そうです、僕の最初に投げる白い球がすごい重要ってこと？あ、そうです、そうです。あ、なるほど、はい、まあ近づきやすいようなところに投げていただいて、はい、白い球カモン、白い球カモン。あざ、丁寧に手渡しで。やっぱりね、せっかく誕生日だから、ミドモスはちょっとね、ワッシーには勝ちたいところですが、ワッシーもやっぱりここでね、爪痕残そうっていうのも大事ですから。でもすごいね、この白い球も、はい、なんかしっかりと縫われてて、はい、なんかちっちゃいサッカーボールみたいな。もうちゃんとした公式の球ですからね。重量感もあるね。一、はい、個結構しますよ。はい、じゃあ投げますよ。どこ投げる、どこ投げる、どこ投げる、どこ投げる。後ろから、はい、この辺ちょっと、はい、はい。じゃあちょっと後ろ下がりましょう。はい、そんななんかガチめな、なんかどこ投げる、どこ投げるみたいな。下がっていただいて。
じゃあ、ミドモス、和紙口開いたまんまでいいのかな、和紙口開いたまんまで。じゃあ、行ってみましょうか。本日、特別試合でございます。ミドモス対和紙のボッチャ対決。まずは、ジャックボール投入、お願いします。おいしょ！終了！どの辺に落としたかったのか微妙ですけれども。じゃあ、ここで。いや、ここでやるの。まあ、お客さん見やすいかもしれないけど。カメラが降りないカメラが。意外と飛ぶね。ボケじゃなかった。いや、ボケじゃなくて。ボケでしたよ、結構。ここら辺に思うが。だって、あんま近すぎてもあれでしょ、近すぎてもあれでしょ、キワキワぐらいでしょ、この辺ぐらいで。はい、あ、じゃあもう、ほんと軽くでいいんだ。まぬけ、はい、まぬけでしたね、はい、今。いきますよ。ジャックボール、投入です。はい、じゃあ皆さん、カウントダウンください。はい。3、2、よいしょ、1、それ。いやいやいや、降りたって、降りたって、マジで、本当にマジで、そんな動画じゃねえんだよ、本当に。もう編集入れようなことやめて。意外と行くのよ、これ。意外と行くのよ。ここだよ、ここマークあるだろ、マークが。ジャックボール投入、お願いします。どうぞ。よいしょ。あ、いいよいいよ。あ、こんな転がるの。あれ、上手上手。これだけでこんな転がるの。そうですよ。どこに興奮してんだよ。はい、じゃあどうぞお姉さん方入っていただいて。はい、ミノモスのワッシー先行方向どうします。じゃあちょっとミノモスが見せ場作れたらいいなってことで、じゃあワッシーから行こうか。じゃあ赤いボールのワッシーが先行で、行ってみましょう。これはでも本当に別にワッシーが勝っちゃってもいいわけでしょ。そうです、もちろんもちろん、それはおめでとうですからね。じゃあ、お二人ともボッチャは多分初めてじゃないと思いますので、これぞボッチャというところを見せつけていただけたらと思います。それでは行ってみましょう。まずはワッシーからどうぞ。で、だからほら、こうなるんだから、ほらねえ、ボケじゃないんすよ、ほんと。行くよね、結構行くんだから。いや、グーグーグーじゃねえんだ。何や、投げると意外と感覚がさ、普通のボッチャってめちゃめちゃ遠いけど、これ結構近いから。じゃあ皆さん、ワッシーの球は下に落ちましたんで、続いて、ミノモスの1投目いきたいと思います。ミノモス、頼むよ、頼むよ、落とすなよ。はい、よいしょ。両端だ。これはこれでだね、本当に。ミドモス、今のは落とすところだ。まあ一応現時点ではミドモスが一番近い球ということで、ワッシーはこの間ね、しっかりこの間になんとかね、近いとは言えないね。言えないよ、全然。1.5 メートルぐらいあるかな、ね、まだ。これもワッシーがこの間に入れれなければ、その時点でもうミドモスの勝利になってしまいますので、2投目投げることないです。これは白い当たり、あの球に当たっちゃってもいい。全然 OK です。じゃあもう白い球を狙っていこう。いや、ちょっと待って、いくって、そしたら、いくって。じゃあ、いきますよ、わし。頼むよ。もちろん。ほんとにやり直しになるからね、全部ね。いや、2投目、どうぞ。よし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 。いきました。いいです。どう見てもワッシーの2投目の方が近いので、ミドモスはこのワッシーの2投目の赤より近くジャックボールに近づけなければ負けとなってしまいます。距離80センチぐらいかな、ね。はい、結構難しいね。最後、これはもうやっぱね、誕生日だから、はい、ここ見せないと。緑人といえばボッチャ、ね、緑人といえばミドモス、しっかり白につけてもらいたい。それではミドモス、お願いします。メジャー持ってきて。メジャー持ってきて。超微妙な戦いになってるから、これは本当にあの二等辺三角形みたいな。青、赤、白の二等辺三角形みたくなってます。いや、けどこれあれだな、シンプルに。ちょっとこれはマジでメジャー案件。いやいやいや、もうだってこれはわしはどっちだろうな。誕生日いや、どっちだろう。あれ、支部長って。どっち、ちょっと待って。ミドモスの勝ちにしてあげる。わし、ここでしょ、うん、こんぐらいだろ。はい、わし。ミドモスの。あれ近くだかな。あれ、形変わった。あれ、ミドモスかな。よく見た。出ました、ミドモスの勝利です。おめでとう。誕生日もおめでとう。ボッチャ勝利もおめでとう。ねえ。はい。ということで、ミドモスが勝利、はい、しました。アップで抜けた、ただいまね。これはもう本当にやっぱ誕生日だから、それはね、もう僕たちも大人だからね、忖度をさせていただきました。
おめでとうございます。皆さんぜひね、通常のボッチャではこんなことございませんので、皆さんもボッチャぜひ親しんでいただければと思います。初めて見たという方もいらっしゃると思いますが、みどり市では共生社会実現を目指し、ボッチャ競技の普及にも努めております。老若男女障害の有無に関わらず誰でも楽しめる競技ですので、皆さんもぜひ機会があればトライしてみてください、はい、ボッチャ対決でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それではここでミドモスにプレゼントがまだまだございます。はい、誕生日といえばバースデーケーキということで、今年もとっても素敵なケーキをご用意させていただきました。はい、それではバースデーケーキの登場です。お願いします。おお、来た来た来た、来ました。お、すごいよ、すごい。これはね、去年も結構すごかったけど、今年もかなり気合い入って、綺麗。生クリームであれかな、絵描いてる感じかな。これは動画見てる皆さんはどういう感じで見えんのかな。上カメラじゃないの。上にカメラあるんですか。ないんですか、ね、これどう見てんだ。これはちょっと見せてあげたいけれども、ねね、すごい。もうちょっとでも持ったらちょっと怖いもんな。もうミドモスの、だからもう本当に大きな銀のプレートにミドモスの顔のケーキとハッピーバースデー文字あります。いい顔、はい、ミドモス見えてるね。え、すごい素敵だね、嬉しいね。わしもう、うらやましい。いいね、あと食べようね。じゃあね、さあ、そんな誕生日ケーキをいただきまして、ぜひここで、記念にみんなで写真を撮りたいと思います。はい、では、この永部の教授を最初冒頭にですね、ご紹介させていただいたように、花道があり、さらには回り舞台ということで、このまま動画をご覧の皆さんにいろんな角度から写真を撮っていただければいいですか。いや、でもごめんなさい、あの動画見てる人はこのケーキ自体は見れないわけでしょ。はい、見れないです。なんか多分ちょっとなんか盛り上がってんなーぐらいなね、はい、だから盛り上がってんなーのとこがミドモスの顔です。はい、でいろんな角度からそれを見ていただこうということで、これから舞台を回させていただきますので、ぜひ、いろんな角度からスクリーンショットをしていただけたらと思います。これ回るんですよ実は。はい、それではいきましょう、撮影タイムスタート。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。いや、おっさんの歌しんどいって。ハッピーバースデーディアミドモス。ミドモスおめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。いや、これ今誰得の絵これ。ハッピーバースデートゥーユー。もう2週目入ってる。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアミドモス。いや、伸ばしてる伸ばしてる、時間稼ぎしてる。ハッピーバースデー。意外と時間かかるんですよねこれね、周りの回。ミドモス、おめでとう。足んない足んない足んない。ハッピーバースデー3回歌を聞いたことないよ。ハッピーバースデー、素晴らしい。けどこれいいね、この周り舞台でね、キャラクターがもっとさ、このコロナじゃなくて駆けつけてくれて各辺にいたら、それもそれで面白かったかもしれないね。なんかね、でちょっとね、びっくりしたんですよ今回って気づきましたけど、多分動画見てる皆さんも気づいたと思うんですけど、ワッシーがサプライズ用意してるじゃない。え、ちょっと後ろ向いてみてよ。なになになに、お誕生日おめでとう、ケーキ風船の絵が描かれております。知らなかった、ワッシーからのサプライズなの。すごい、ワッシーからのサプライズなんです。ちょっと言っといてよ、そしたら俺らも背中になんか描いといたのに。僕もね、ちょっとね回した理由それだったんだ。でも、二択で、これサプライズなのか、いたずらされたのか、どっちかいや、サプライズだろ、ワッシーのサプライズでした。いや、すごい、だから回したのか。ね、改めて、ミドモス誕生日おめでとう。おめでとう。
それでね、ぜひちょっと皆さんこれからも応援いただけたらと思います。お願いしますよ。そんなこんなでそろそろお別れのお時間となりました、うん、短い時間でしたが皆さんミドモスのお誕生日会楽しんでいただけましたでしょうか。ミドモスはこれからも広報宣伝部長としてみどり市の魅力を発信していきますので引き続き応援の方よろしくお願いいたします。最後はミドモスハッピーバースデーの掛け声で締めたいと思います、うん、よろしいでしょうか。ミドモスハッピーバースデーです。それでは行ってみましょう。せーの、ミドモスハッピーバースデー。ありがとうございました。おめでとう、ミドモス。これから頑張って。ありがとう、見てくれてありがとう。ありがとうございました。わしもありがとうね。ありがとう。バイバイ。本日は皆さん本当にありがとうございましたね。最後はカーテンコール、ミドモス衣装替えで、皆様に再びご挨拶ということでございます。ミドモス本当は今日は誕生日おめでとう、ね、今回こちらの、まあ、ミドモスの着ている衣装なんですけれども、大賞ですね、ミドモスのポスターコンクールの大賞を取った方の作品の中でミドモスが和装をしているそういった作品があったということで、それを忠実に、職員の方が再現したものを作らせていただいてっていうことで、これすごくないですかね。えミドモス用のっていうことで、後ろも見たらね、尻尾出てて、尻尾がしっかりちゃんと尻尾穴があって、うん、ねね、これなんか実際落語するときに上の羽織脱いだときどうなるのかなっていうのはちょっと、尻尾が引っかかって上脱げきれないっていうのはちょっと気になるけど、どっちしろ一人じゃ脱げないですか。大丈夫ですか。でもすごいです、この格好がね、この長身にバッチリ決まってるよ。バッチリ決まってね、なんかもうワッシーがすごいなんか殺風景に見えるもん。いや、そんなこと言うな。皆さんに応援いただいてということなので、これからもミドモス頑張りますんで、改めてぜひこれからも引き続き、熱い熱い応援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ミドモスお誕生日会でございました。本当にありがとうございます。